教員が我がザワールドの能力の謎を解いたおかげで、お前はとまった時の中で動くことを認識し、我が世界に入門することができた。そこでこのディオは考える。果たしてお前はどの程度止まった世界で動けるのかと。2秒か3秒か、ひょっとすると私と同じ5秒は動けるのに動けない振りをしているのだろうかとね。 どうなんだ。まずいぜ。もう少し練習すりゃもっと長く動けそうだが、今は一瞬動くのがやっとだ。私の思うに多分まだ一瞬しか動けない。だがお前が静止した時の世界に入門してきたからには、 お前という男を侮って近づくのは賢いものの知ることではない。まだ私の方が圧倒的に有利だとしてもだ。そこで丈太郎、貴様が何秒動けようと関係のない処刑を思いついた。青ざめたな。このナイフを見て老いぼれのジョセフの時より恐ろしい結末になるのを気づいたようだな。やろう。 なんてことを思いつくんだ、こいつは。やばいぜ。はあ、逃れることはできん。ザ・ワールド5秒前。 時が動き出した時、いくらお前のスタープラチナでもそのナイフの数、 果たして全部の本数を弾き飛ばせるかな。4秒前。<笑>見えてしまっていることが逆に恐怖だな、ジョータロー。あと3秒。<笑>残りあと2秒。それだけか動けるのは。<笑> やはり動けるのは一瞬だけということが証明されたな。残り1秒。ゼロ。終わったな。ダメ押しにもう一本。<笑>